J-2X はアメリカのエアロジェットロケットダインが開発した国定音液体燃料ロケットエンジンで NASA のコンステレーション計画において打ち上げ機として開発されたアレスロケットのエンジンに採用される予定だった。J-2X は液水、液酸エンジンで真空中水力 1307kN、水力448秒を発揮する。エンジン重量は 約 2470kg で原型となった J-2 よりも重くなっている。J-2X は2007年にコンステレーション計画の一環で開発が始まった。アポロ計画で開発されたサタンロケットの S2 よび SE 部分に搭載された J-2 が原型であるが、RSI の重量増により水力が不足することから新たに設計された。 当初は、アレス I 及び、アレス V の上段エンジンとして採用する予定だったが、コンステレーション計画が中止され、後継のスペースローンチシステムが立ち上がると、SLS ブロック2の地球離脱ステージへの採用が検討された。原型となる j、j によりも高効率かつ簡素な構造とする、こと、スペースシャトルメインエンジンより、低コストとすることを目標とした。 有害なベリリウムの使用を止め、J-2 の軸流、ターボポンプに変えて、遠心ターボポンプを採用したほか、燃焼室やノーズルの膨張比を変更し、燃焼室構造も J-2 の間、溶接構造から壁面チャンネル構造に改められた。さらに電気系は完全に再設計され、 ガス発生器と超音速子噴射器は RS-68 を元にしたものに改められたほか、現代の接合技術が取り入れられた。2007年7月16日に NASA がプラットホイット2ロケットダインに J-2X エンジンの設計、開発、試験及び評価を12億ドルで発注すると公式発表し、2007年8月23日には、 ジョンシーステニス宇宙センターに J-2X エンジンの航空燃焼試験台の設置が始まった。単体試験は2007年12月から2008年5月にかけて行われ、J-2 エンジンを用いた J-2X の予備試験も9回行われた。プラットホイットーロケットダインは2008年9月8日に J-2X の 1> 第1回ガス発生器単体試験に成功したと発表した。その後、2010年9月21日にガス発生器単体試験の第2ラウンドが完了したことが発表された。2011年からは J-2X の実機型エンジン燃焼試験が始まった。2013年10月には資金難のほか 火星有人探査に必要なエンジン能力の達成の遅延が予想されること、および SLS の探査ステージに RL-10 を採用することが決定したことにより2014年の試験をもって開発を中断することが報告された。エアロジェットロケットダイン J-2X エンジンハット ABJ-2X エンジンエロジェットロキトディン 2014年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月9日閲覧。A B C D マークウェード J-2X。エンサイクロペディアアストロノタカ。2011年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月26日閲覧。ザ J-2X アッパーテーピージエンジン。フロムデザインツーハードウェア。 トーマス・バード、デピューティー・マネージャー、J-2X アッパーステージエンジン・エレメント、アレス・プロジェクツ・オフィス、マーシャル・スペース・フライト・センター・ハンツ・ビル、AL35812、2017年7月7日閲覧。ウィリアム・ディ・グリーン、J-2X エクストラ、ワッツイン、a n m NASA、2012年6月11日閲覧。 NASA Awards Upper Stage Engine Contract for Ares ロケッツ。NASA 2007年7月17日閲覧。NASA S ステニススペースセンターマークスニューチャプター in Space Exploration。NASA 2012年2月26日閲覧。NASA Success Free Complex First Series of Ares Engine Tests。NASA 2012年2月26日閲覧。フラット ホイットニー・ロキトディン・コンプレッツ・サクセスフル・テスト・オブ J ・ J- ェマイナス2・エガス・ジェネレーター。プラットホイットニー・ロキトディン2009年8月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年2月26日閲覧。プラットホイットニー・ロキトディン・コンプレッツレイテストラウンド・オブ・テスト・オン J ・ J- ェマイナス2・エガス・ジェネレーター。プラット ホイットニーロキトディン、http コロンスラッシュスラッシュ www.pw.utc.com スラッシュメディアセンタープレスリリーシズプラト26ホイットニーロキトディンコンプレッツレーテストラウンドオブテストオン J-2X ガスジェネレーターハットモリングフランクファースト J-2X ホットファイアテストクトカムネクストイーク アビエーションウィーク、http コロンスラッシュスラッシュ www.aviationweek.com スラッシュオタムウィンタースラッシュジェネリックスラッシュストーリーチャンネル。jsp チャンネルイコールスペース &id イコールニュース ASD2011-06-15-08xml& ヘッドラインイコールファーストパーセント 20j-2 マイナス X パーセント20ホット、ファイアパーセント20テストパーセント20グッドパーセント、20カムパーセント20ネクストパーセント20ウィーク2011年6月19日、閲覧。NASA テストファイアーズエンジンフォージャイアントニューロケット、スペースドットコム、2012年2月26日、閲覧。NASA セルパッセス、テストファシリティレコードウィズ J-NEX マイ、パワーパックテスト。 ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2012年6月10日閲覧 A サマーオブレコーズ4エンジンテスティングナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2012年6月26日閲覧ビーティングハートオブ J-2X エンジンフィニシャス、イヤーオブサクセスフルテスティング。 ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2012年12月14日閲覧 NASA Set for New Round of J-2X Testing at Stennis Space Center ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2014年2月6日閲覧 AB J-2X Progress November 2013アップデート ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2014年2月6日閲覧ワンフィナールテスト 4J-2X エンジンナンバー102ナショナルエアロノーティクススペースアドミニストレーション2014年2月6日閲覧 NASA SJ-2X エンジン 2BE マスボールドアフターテスティング アビエーションウィークスペーステクノロジーマガジン2013年10月29日閲覧 n a s a ラインズ、アップエクスプロレーションアッパーステージワークホース 4SLSNASASPACEFLIGHT.com2014 年11月8日閲覧ありがとうございます